はい、どうも、シュです。今回はですね、メンタルを破壊してくる人の特徴5つというテーマでお話していきます。で、私はですね、うつ病を経験して今は寛解って言われるね、回復の状態にあってお仕事できてるんですけど、それゆえにこうストレスを溜めたくないっていつも思ってるわけよ。で、ストレス溜めないためにはもうこう人間関係ね、一番やっぱ人間関係、あんまり変な人と関わらないっていうことがとにかく大事で、自分にとってっていう話なんですけど、自分にとってこういう人はね、メンタルを破壊してくるなっていう人がね、いるので、その特徴をね、5つにしてまとめてみました。でもね、自分にとってではあるんですけど、結構みんなにも当てはまる話だと思うから、絶対最後までね、見ていってください。で、まず特徴1つ目、攻撃的な人ですね。まあこれは分かりやすいよね。これめっちゃ分かりやすいと思います。で、この攻撃的な人っていうのはですね、必ずこの自分のコミュニティ、要はその集団ね、所属してる集団、例えば友達とか何人か複数の友達とかの中に一人でもいればですね、必ずそのコミュニティを将来的には破壊する人なんですよ。結構攻撃的な人の特徴の一つとして、排他的っていうところがあるんですよね。ちょっと難しい言葉なんだけど、排他的っていうのは他人をこう排除する傾向にあるっていう人のことを言うんですね。排他的な人って、その中の空間がうまくいってる時はね、結構いい動きをしてくれるんですよ。要するにこう、みんなのまとめ役になってくれたりとかね、お母さん役になってくれたりとか、お父さん役になってくれたりして、リーダーシップ発揮してくれるんですけど、なんか違う人が入ってきたとか、特殊な人が入ってきた時に、その人にとってあんまり好きじゃないなっていう人が入ってきた場合、もうすぐ排除するからね。もう攻撃的だから、いろんな人と協調して共闘してね、まあ、周りの人はあんまり協力したくないのかもしれないけど、その人に嫌われたらここに入れないみたいなさ、感じになっちゃうじゃん、攻撃的な人って。ですぐにね、そうやって排除していくから、まあ、人間関係がこじれていってね、最終的にその人が原因でコミュニティが破壊されるっていうことがあります。私も経験あります。なので、攻撃的だなって思う人にはね、気をつけるようにしてますね。2つ目はですね、人の話を聞かない、自分の話ばっかりする人ですね。で、これはね、今2021年の3月9日に撮影してるんですけど、私この時点ではまだね、音声 SNS のクラブハウスにハマってます。なんでわざわざこういうような言い方するかっていうと、今の現時点ではクラブハウスが長続きするかわかんないからね、まあこういう言い方毎回してるんだけど、で、クラブハウスでよくいるのが、クラブハウスってこう集団で電話するみたいな感覚のイメージなんですけど、そこにポンって一人入ってきた時にさ、話聞かない人で自分の話ばっかりする人っているんですよ。もう明らかに周りの場がね、しらけてて、いや、お前もう相当やべえよって雰囲気になってても、気づかずにずっと自分の生い立ちとか聞いてもないのに話す人ってね、めちゃめちゃ多いっす。マジで。で、そういう場面になった時ってさ、まあ日本人ってやっぱ気遣いしいだから、なんかもうやめてくださいよとかさ、周りの人困ってるんでってやっぱ結構言えなくて、ああそうなんですねって結構聞いちゃうんですよね。で、聞いちゃうことによって、やっぱ周りの人たちがどんどん苦痛になってね、しれっとどんどん抜けていっちゃったりするわけですよ。で、本来は例えば、うつ病の体験談をシェアしようみたいな、話の会をやっていたとしても、そこになんか私本当に仕事が大変で、上司から見解もなくて、私の仕事っていうのは、なんか IT の営業やってて、IT の営業っていうのはこうこうこうでみたいな、その聞いてもないような、そこどうでもいいよっていう話をひたすらやるわけですね。したら聞いてる方はさ、言うてしまえば他人の話なんか興味ない人が大半で、私もそうですけど、みんな自分の話がしたいのよ。でも抑えながら空気読んでやっていく中で、まあそういう人が出たりするとさ、普通にコミュニティ崩壊しますよね。その部屋の雰囲気も崩壊するし、見てくださってるリスナーさんの数っていうのもどんどん減っていくのがもう目に見えてわかるんですよね。まあそれってね、人の話あんま聞きたくないとか、自分の話ばっかりした人はね、 YouTube やったらいいっすよ。 YouTube 私もそうなんですよ。まあ YouTube じゃなくてもラジオとかでもいいけど、それって別に自分の話ずっとできるじゃないですか。で、聞きたい人だけ聞いてくれって感じでやれるんで、人にも迷惑かけないんでね、YouTube とかやりましょうね。で、3つ目はですね、何々すべきっていう考え方に縛られている人ですね。まあこれ昔の私なんですけど、何々すべきっていうのに縛られているとですね、他人にも要求しちゃうんですよ。だから私はこれだけ頑張っているのに、なんで人が許されるんだみたいな感情になっちゃうじゃないですか。で、本来ね、他人の人生なんか私たちには全く関係ないので、なんかそんな関係ない人に時間も体力も気力も取られるって考えるとさ、なんかすんごいもったいないですよね。すんごいもったいない。まあこの何々すべき思考っていうのは、よく認知の歪みって言ったりしてね、うつ傾向になりやすい人に多い特徴だって言われてるんですよね。まあ完璧主義者ってことですよ。で、私はカウンセリング受けたり、こういった考えを改善しないと人間関係うまくいかないなって思うようになってからね、ある程度改善できて、まあ、昔はね、遅刻するやつ絶対許せなかったんですけどまあでもね、私はね、だいぶそれを許せるようになってきました。でもね、副作用として、まあこれは私が悪いんでしょうけど、私もたまに遅刻するようになりましたね。知ってる人は知ってると思うんですけど、過去に雑談のライブ配信でね、3時からやりますって言っといて3時15分になったことがあるんですよね。もうその説は大変申し訳ございませんでした。4つ目はですね、距離感がぶっ壊れてる人ですね。この距離感っていうのは、私の中では人間関係の全てだと言っても過言ではないと思っていて、要するにその距離感のズレ
私はこの辺が快適ですよっていうのを平気で超えてきたりとか、逆に全然寄ってこないっていう風になると、やっぱなかなか仲良くなれないし、なんか感覚合わないなっていう感じになっちゃうんですよね。で、ここで言ってるぶっ壊れてる人っていうのは、どちらかというとこうめちゃくちゃ近づいてくるタイプの人ですね。私はこれ本当に苦手で、じりじり寄ってきてほしいわけですよ。完全に私の願望ですけどね。私もじりじり寄っていくんで、あなたもじりじり寄ってきてくださいねっていうタイプの人なんですけど、こうじりじり寄ってきてる時に急にこうガッて来られると、なんかうってなっちゃうんですよね。で、なんかこう自分をこう守りに入るというか、殻にこもっちゃうし、なんかすごいね、なんかわかんない、深層心理なんかあるのかもわかんないですけど、もうガッてくる人ってめちゃくちゃ怖いなって思っちゃうんですよ。だからなんかすごい警戒してしまうし、すごい精神的にも疲れるんで、まあメンタル的に疲れちゃうよねっていう話なんですよね。でも逆に言うと、そのガッて来られる方が好きな人もいるんですよね。これはその人にとっての快適な距離感、人間関係の中を深めていく上でどういうふうに距離感を取っていくかっていう話の中で、これ好き好きの問題なので、例えばじゃああなたがね、結構私ガッて詰めるタイプだから良くないなって思うかもしれないけど、でもそれが好きな人もいるんで、逆にガッて詰めてくる人にとっては、私みたいにじりじり寄っていく人は多分キモいと思うと思うんですね。なんか早く来いよって思うと思うんですよ。なので、これは別にいい悪いの話じゃなくて、単純に私が好きじゃないなっていう人の話なので、ここだけはちょっと注意してくださいね。最後、5つ目ですね。5つ目はですね、ゴリゴリの体育会系です。私はその会社の経営とかもやっているので、経営者の知り合いの方とかもいらっしゃるんですけど、経営者って結構ね、体育会系多いんですよ。ゴリゴリのマウント系ってのが多くて、だから私あんまりこう経営者の集団に入って一緒に飲み会しましょうとかっていうのは実はあんまり行かないんですよね。いやもうだって怖いもん。いきなりさ、お前のところの年商っていくらなのとかって聞かれたりするわけですよ、会社のね。で、ああいくらですって言うとさ、もっと頑張れよみたいな、若いんだからもっとやれよみたいな感じで鼓舞をしてくれるんだと思うんですけど、私はちょっと苦手で、いやなんか自分のペースでやらせてくださいって言いたくなっちゃうタイプなんですよね。まあ、もちろんね、もうゴリゴリ稼いでる経営者の方にから見ると、何余ったれたこと言ってんだよと思われると思うんですけど、まあ、でも私の場合は、まあ、もちろんゴリゴリやろうと思えばね、一定期間だったらできると思います。まあ、半年か1年ぐらいは、じゃあ例えば本当にじゃあ、もう金を稼ぐことに集中してやりますぜ、みたいな感じで、もうゴリゴリやろうと思えばできるかもしれないけど、まあすぐメンタルやられるでしょうね。多分すぐメンタルやれると思う。で、結局仕事ってさ、継続してやらなきゃ意味がないので、その継続するにはどうすればいいかなって考えると、やっぱり自分のこうなんでしょうね、働きやすい環境っていうのが大事になってくると思うので、まあ、私はそっちを優先させてくださいっていうタイプの人間なんでね、そのゴリゴリの体育会系の経営者は向いてないというふうな感じですね。まあ、これもね、結局好き好きの問題なんで、ゴリゴリの先輩に引っ張っていってもらった方がうまくいくわっていうケースの人もいると思いますよ。ただ私が嫌いなだけっていう感じですね。というわけで5つですね。攻撃的な人、人の話を聞かない自分の話ばかりする人、丸々すべきに縛られている人、距離感ぶっ壊れている人、体育会系の人という5つでした。まあこの1つに当てはまってるとか、2つ3つ当てはまってるからといってね、確実にホッシーのこうメンタルを破壊してくるかっていうと、まあそういうふうに言えるわけではないんだけど、ただ私の中でこう基準を持つことは大事だなと思うんですよ。こういう人は合わないとか、こういう人は合うとか、なんかそういうね、一定の基準を持っておくと、判断がしやすいじゃないですか。この人ってどういう人なんだろうってあまりビビらずに済むので、まあ、この辺の基準をクリアしてくれていれば、まあ、私の中ではいい人認定して今後も仲良く付き合っていけるだろうなっていうふうに思えるんですよね。なんかね、こういう基準がないとね、有名だからとかさ、金持ってそうだからっていうね、損得感情で人と付き合うようになっちゃうんですよ。で、このケースの場合は、私の場合は本当にめちゃくちゃ疲れて病んでしまったので、これは本当に良くないなって思ってます。でも逆に内面ですよ。内面でこういうタイプの人だったらいい、こういうタイプの人は自分には合わないっていうね、今日紹介したみたいな感じのリストを作ってると、地位とか名誉とかにもね、あんまり左右されなくなるんですよね。まあ確かに偉い人なんかもしれんけど、まあ私は好きなタイプじゃないから適当ですよみたいな、適当っていうか離れますよって感じだし、確かに有名な人かもしれないけど、私にとってはすごい好きなタイプだから、まあフラットに友達関係でいさせてくださいよみたいな感じで行くんですよね。で、結果的にこういうやり方の方がね、それこそ金持ちの人とか、それこそ有名な人と仲良くなったりするんですよ。だってそういう人たちだって結局人間なんで、そういう外面ばかり見てほしくないって欲求があるわけ。だっていつも見られてんじゃん、お金持ってますねとかさ、いつもテレビで見てますよみたいな感じの対応のされ方って多分嫌いだと思うんで、まあ私はこういう風にするようになってからね、ありがたいことに有名な人とも関われるようになったりとか、友達になったりできたっていうのは、多分こういう考えに切り替わってからだったから、その人たちのこう求めていたものにも合ってたんだろうなというふうに思います。で、もしよかったらね、あなたのですね、こうメンタルゴリゴリ削ってくるってこういう人だなっていうのがもしあればね、コメント欄の方に書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。